はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、前回の、よろしかさんの春ですねに引き続きまして、よろしかさんのシリーズでございますが、8と書かれてますが、8月某月明かりという曲がありましてですね、その曲のサウンドのコピーをしてみました。で、この曲はですね、一見一番最初のね、あの音あるじゃないですか、みたいな感じのね、はい、イントロのフレーズに関してはギターソロと捉えて音作りをしています。で、なるべく一つのプリセットで作りたいので、ブーストする形で作った方がいいかなということで、まずベースの音をどこの音で取るか、これがポイントなんですけど、曲の始まりの心臓がうるさかったのあの部分のギターの音、この音を何だろうな、一つの目安にして、この音をコピーしてみました。まず弾いてみるとどうなるのかっていうところですけど、やってみますね。はい、このような感じになります。ちょっとあの歪みの量が少ないんじゃないかと感じるかもしれませんが、これぐらいでいいんですよね。その後の音楽もっていうところ、あの A メロの残り半分の部分でみたいな感じのアルペジオっぽい感じがあるじゃないですか。あそこの音に合わせるとするなら、これぐらいの感じでいいんですね。うん。ちょっと生音入ってますけど、これぐらいでいいと思います。まあ大体この感じのサウンドでいいんじゃないかなと思います。はい、で、前回の春に引き続きまして US プリンセスを使っております。これにこれのブーストをかけたバージョンがスナップショット2でして、この感じ、ちょっとミドルを強めにしております。おそらくこれシングルピックアップで弾くともっとハイが出るので、一応トップに入れてはいるんですけど、あの EQ を、ただこれをあの切るとハンバッカーの音でしょうし、この感じいいですね。まあ、これをギターソロ用として一応入れています。はい、こういう感じですね。もしよかったら、使ってみてください。ではトップからいきます。最初のはね、天板のグラフィックいつものやつです。はい、うん、はい、ではまず一発目、デラックスコンプです。これ前の動画に続いてレッドスクイーズで行こうかなと思ったんですけど、レッドスクイーズだとあの圧縮かかりすぎのところもありますし、デラックスコンプの方がこの曲には合ってる気がするんで、こっちで行きたいと思います。デラックスコンプのパラメーターを映しております。はい、こんな感じですね。この2位の使い方がいまいちわかりません。はい、で、これはブースト、キンキーブースト2発入れてます。設定は両方ドライブ 4.5 ブライトオフなんですが、この2つ目だけブーストオンにしています。で、これ一個一個かけるとどう違うのか鳴らしてみましょう。はい、このような違いがありまして、ちょっとずつブーストされていく感じなんで、2個入れた方が弾きやすいかなと思って入れております。はい、で US プリンセスですね、 2.43.37.0、 こんな感じでパラメーターパクってください。でパワーアンパイアルはプラス 4.0 で入れてます。で EQ、 ここでミッドをガンと上げてる感じで、ギターソロ用、またスナップショット2用に入れております。で最後に 2x12 のダブル121リボンで、こんな感じですね。多分ヨルシカのサウンドはこれでいいんじゃないかなと、方向的には合ってると思うんですけどね。まあもし、いやこっちの方が絶対似てるでっていうおすすめがあれば、ぜひ教えていただければ嬉しいなと思います。はい、8月某月明かりのサウンド、このような感じでございました。実はですね、このヨルシカのサウンド、まあ、僕の身の回りに好きな人がいましてですね、ちょっと作ってみようかということで話になりまして、作ってみました。どうですかね、本当にヨルシカを好きな方、多分かなり好きな人が多いと思うんで、いやこっちの方が絶対似てるわみたいなサウンドがあれば、本当にぜひ教えていただきたいと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。